皆さんはダイエット中にピザを食べようとする人どう思いますか？ありえないですよね。熱っ熱っ。ピザといえば炭水化物の塊ですから、しかも上にチーズまで乗せてますからね。そんなもん食べて痩せるわけないんですよ。まあ、トマト、マルガリータとかマルゲリータ、どっちかわかりませんが、興味もないですが、トマトソースを乗せたところでね、高カロリーには変わりないんですよ。ダイエットはとにかくカロリーを抑えることが大事です。ということは、こんな食品食べていいはずがないんですよね。僕ダイエット中なんですよね。食べていいけど、あ、食べていい美味しいけど熱っ、めっちゃ熱いな。いくらピザは熱々がいいとはいえ、猫舌にはきつい。だがうまい。オリーブオイルが効いてますね。ピザ久しぶりに食べたな。いや、なんか甘いものずっと食べてて、明日何食べようかなと考えてたら、そういえばピザ食べてないじゃんと思って今更ピザを食べる。結構生地がしっかりしてるんだ。いや、よいしょ。何ピザ食べようか迷ったんですけどね、まあ、ベーシックなマルゲリータでいきましょうと。ピザはドミノピザかな、昔食べてたのは。あんまり覚えてないけど、耳にすごいチーズが入ってるやつ、あれをすごい食べた記憶があるんですけど、あれはどこですかね。それともいろんな店でやれてるのかな。結構ボリューミーだな。猫舌には辛い食品って多いですよね。まあ世の中あったかいものの方が多いでしょうから、熱々が美味しいと言われてますしね。だから個人的には常温が一番ちょうどいいんだよな。お弁当とかも僕冷めたご飯好きですから、熱々より。ご飯茶碗に熱々の白米が乗っかってるやつよりも、普通に弁当の冷めたご飯の方が好みです。食べやすい。単純にお腹いっぱいだこれ。1枚食べきれるか。最近、前も言ったかもしれないですけど、ダイエットするその毎日チートデイ縛りっていうので食べる方が大変ですよ。毎日毎日何食べよう、あれ食べよう、ダイエット始めてからの方が食べてる感覚がありますわ。まあ、もちろんカロリーは抑えてるんですけど、
熱い。そして手がベタベタだ。これカメラの動画停止ボタン押せないな。どうしよう。後で手を拭きましょう。完食でございます。結構ボリュームあったな。あ、今回の動画で分かったと思うんですけど、僕結構早食いなんですよね。スナック回数が少なめというかね。まあ咀嚼回数多い方がダイエットに向く、いや満腹感がたまりやすいです、満腹感が高まりやすいですとか言われてるんですけど、それもぶっちゃけ微妙なラインであるんですよね。まあもちろん噛んだ方がいい場合もあるけど、そうじゃない人もいる。まあそれ以上にカロリーが大事なんで、そこさえ気をつければ早食いでも痩せるんですよ。早食いダイエットです。すいません、なんか今日いつもより撮影時間が遅くてですね、いつもだいたいまあ17時18時、たまにお昼とかなんですけど、今21時なんですよ。すると必然的にもうすでに眠気がね来ているという。僕もう日付またげない人間ですから、だいぶヘルシーな生活を送ってるんでね、なんですでにだいぶ眠いです。その中にピザを食べると。どういうタイミング。まあ、寝るまでまだ時間あるんで消化は問題ないでしょうが、そんな感じですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。いや、なんかダイエットがまだ半分も終わってないっていうのが、先が長い。先が長いなぁ。まだ折り返してないのか。いくら体を絞るためとはいえ、いくら毎日チートデイに飽きてきたな。チートデイをしたくないっていう弱音。もういいよ、チートデイ。逆に。普通の食事に戻してと切実にアラサー男子が嘆いております。なんだかんだでやっぱ僕って、例えば白クマとかもそうですし、まあ、丸ごとバナナとかもそうなんですけど、好きなものを定期的に食べたいんですよね。で、毎日チートデイでいろんなものを食べるってことは、その好きなものが食べれなくなるってことじゃないですか。だから、かえってストレスになるっていう。そういう難しさはあるな。まあ、逆にチートデイしなかったらめちゃくちゃダイエットって楽だねっていうお話になります。カロリーを淡々と落とすと。で、活動量をなるべく増やして、高負荷な筋トレをすると。今日、そのパーソナルトレーニングの指導があったんですけど、そのお客さんが前、別のパーソナルトレーニングジムに通ってたらしいんですよ。で、その時に体重が62キロから53キロまで落ちたらしいんですけど、思ったように体重の割にウエストとか引き締まらなくて、で、スカートのサイズも変わらなかったって言ってたんですよね。でも、やっぱ僕と一緒にトレーニングして、適切な食事と適切な筋トレやったら、まあそりゃ体型は変わるわけで、体重はまだ54とか3とかですけど、ウエストは10センチ近くも細くなってんじゃないですかね。結局やり方次第なんですよね。その細い食事のヘルシーさとかじゃなくて、全体像をしっかり見て適切な方法を取れば痩せるんですよ。逆にそれやらないと痩せないんだよなと思いました。まあ、YouTube とかって自宅で簡単にお金をかけずにできるトレーニングってあるじゃないですか。まあ、それを嬉しがるのはわかるんですけど、それ自宅で簡単にお金をかけずにできるだけで効果がないんですよね。だったらそれやる意味あるって思っちゃうんですけど、
まあ、わかりますけどね、そのお金かけたくないっていうのは。まあでも現実的には無理ですよねっていうお話です。今日は変な話になりましたね。いや、なんか最近すごいそういう DM が多くて、 Twitter とかインスタでダイレクトメッセージを送ってくださる方が多いんですけど、そのどんな方法で痩せてるんですかみたいな。まあダイエット終了後は発表する予定ですし、まあその自分、まあそう、僕の方法は発表するんですけど、それって万人に当てはまるものじゃないんで、まあその自分に合った摂取カロリーとか PSC バランスとかトレーニング内容を知りたいんだったらメンバーシップ加入してくださいねって言った感じに返信はしてるんですけど、 DM で送られても困るんだよな、返信しきれないよ。ということで、この動画で宣言しておきますが、今後 DM は無視させていただきます。そのこの動画を見ればね、もうそれが答えですから。そういうことでよろしくお願いしますよ。いや、本当に最近深夜の2時とかに DM 来て起こされると、ってなりますもん、本当。という愚痴でした。愚痴を吐くのは珍しいんじゃないですか。たまには許してくださいよ。僕にだってこういう時あるんです。ピザ食べながらね、不満を溜める時もあるんですよ。ではごちそうさまです。